それは昔、祖母の家で食べた温かで優しい味わい、心にも体にも優しい和の料理、梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当を私は狙う。なんか、いきなり何を言い出したのかと思いましたよ。魔女、ここだ！ここに気をつけろ！魔女、けっ